胃底線ポリープとは、胃粘膜に発生する代表的な伏器性ポリープであり、胃酸分泌細胞の分布する胃底部から胃体部に単発、または多発する。人間ドックなどの際の胃等子検査でポリープを指摘され発見される場合もあれば、内視鏡検査で偶然発見される機会もある。診断には、病変の一部を整形し、病理組織学的検査を行うことが必要である。 遺体センポリープ、エイブラハムエスシーラの報告によれば、内視鏡検査を実施した人の0.9から1.9%に、遺体センポリープが認められる。男女差が歴然としてあり、圧倒的に成人女性に多い病変である。単発例より多発例が多い。偶然の検査をきっかけに発見されることが多く、無症状の患者がほとんどである。慢性萎縮性胃炎の原因となる。 ヘリコバクターピロリの感染の合併がほとんどないことも、突起される。このようなケースは、散発性異センポリープと呼ばれることが多い。一方、常染色体優性遺伝性疾患である、家族性大腸ポリポーシスの患者に生ずる、多発性異センポリープは、症候性異センポリープと呼ばれている。 パップ患者のイノポリープとしては、選手よりも高頻度に認められ、若い年齢層に発生し男女とも同率である。遺体部粘膜に密いまして分布する傾向がある。遺センポリープの病院は、議論が続いている。FGP は、ヘリコバクターピロリ感染との関連はない。プロトンポンプ阻害剤による、生産剤治療との関連を指摘する報告もあるが、研究者によっては、 否定的な見解を表明している。最もホットな話題は、異定線ポリープが家系性病変か主要化の議論である。従来の病理学者は、異定線ポリープを異定線細胞の家系性、または過後種であると主張していた。しかし、近年のエイブラハム SC らの研究グループは、散発性、または症候性の異定線ポリープ病変に、分子電学的解析に基づいて、 WNT シグナリングパスウェイでの体細胞変異が生じていることを指摘し、家形性というよりは異線細胞のクローナルな増殖であることを証明している。すなわち通常型の異線種とは形態は異なるが、分子電学的背景は同じで、主要性病変に近いことを提唱している。散発性 FGP と症候性 FGP では、 それぞれ異なる分子に遺伝子レベルの変異が生じていることも同じ研究者らにより指摘されている。詳細は下記の文献を参照されたい。引用文献。ありがとうございます。